連続ラジオドラマ足軽信雄物語第22話爆笑スター誕生。どうも足軽信雄です。戦国あるある、戦急に始まりがち。僕草履を春まで温めたんですよ。その不審者が信長様だったんですよ。どうもありがとうございました。思い出を話すだけですごくウケる。足軽キャラ芸人信雄か。キャラじゃなくて本当に足軽なのにな。次回足軽信雄物語、足軽ラブストーリー、目指せ信雄立身出世。